はい、お疲れ様んさ、チャカポコです。最高血糖値600まで上がった男です。今日のテーマはですね、60歳からの適当生活の勧めというお話をしてみたいと思います。それじゃあどうぞ。今日はですね、60歳からの適当生活の勧めということでお話ししたいと思いますけども、日本人っていうのはですね、自分に厳しくて他人にも厳しい、そんな民族だと思うんですね。それが、日本人の良さでもあると思うんですけれども、生きにくい生き方をですね、自らやってるようにも見えますよね。なんだか自分の首を自分で絞めてるみたいな感じですよ。法律は守らなくちゃいけないとかね、これ当たり前かな。仕事が終わるまでは家に帰っちゃいけないとか、親の介護は絶対に子供がしなくちゃいけないとか、とにかくしなくちゃいけない、しなくちゃいけないということばかりなんですね。こんな風にやってると、だんだん年を取ってくるとですね、自分に課した目標に達することができないということで悩んでしまって、鬱になったりする人も出てくるみたいなんですよね。実はこういった感じで鬱になる人結構多いようなんですよね。これは和田秀樹先生のご著書にも書いてますけども、要は老人性のうつっていうのはね、実は非常に厄介な病気でして、ひどい人はですね、自ら命をピーしてしまう人もいるぐらいな感じなんですよね。そこまでいかなくても急にですね、元気がなくなったり、そして生きていくのが辛いということで、なんかもうね、なんていうのかな、辛い感じでもう生きていくのがね、嫌になるというような感じみたいです。でそうならないためにも、年を取ったらですね、ゆるくいきましょうということが、私の提案ですね。例えばですね、健康診断なんかでも血圧が160とかだったりとか、で血圧なんていうのはね、こう波があって1日で上がったり下がったりしてるわけですから、1回の測定で160であろうがね、170であろうがね、そんなことはあんまり気にする必要ないんですよ。それをなんだかね、1回の測定の結果で右往左往してるのが日本人なんじゃないですかね。私は学生時代、陸上部で短距離やってましたけども、 100m 全力疾走した時の後なんかはおそらく血圧300ぐらいまで上がってるんじゃないですかね。それでもね、死にはしませんので、そのぐらいの緩い感じでいいんじゃないでしょうかね。中性脂肪も同じです。血糖値もね、私はだから一時期血糖値600まで上がったんですけど、未だに元気で生きてますしね。今はそれほど血糖値高くないんですけど、気にすることはないです。尿酸値がどうのこうのとかね、そもそもですね、これらの健康診断の数値が正常だからといって長生きできるかといえば、必ずしもそうではないんですよ。健康診断の結果が良かったら長生きできるというような証拠はどこにもないんですよね。そういった検証を日本ではやってもないし、エビデンスがないんですっていう話をね、私医者じゃないんでね、断言することはできませんが、そういう話聞いたことありますよ。で、日本人は亡くなる、日本人の方がですね、ピーなる原因のトップは
がんなんですよね。だから血圧を下げて、尿酸値を下げてね、薬飲んで下げて、血糖値をインスリンで下げて、体重を減らしてね、やったとしても、その脳梗塞や心筋梗塞や脳卒中なんかのリスクは下げられてもですね、逆にがんになるリスクは増える可能性はありますよね。そういったストレスによる免疫力の低下ということで、なんだかそのがんの、ね、なるリスクは増えてるような気がしますけど、まあ、だからね、ゆるく生きてる人の方がかえって長生きなんてことはね、よくある話ですよ。まあ、ということで、今日はね、60歳を過ぎたら適当生活始めましょうというお話でした。今日も最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ最後に今日の一言、60歳を過ぎたら高田純次を目指しましょう。高田純次、私はめちゃめちゃかっこいい男だと思っています。それじゃあ、いってらっしゃい。